はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、アラシャと申します。本日なんですけども、リコリスリコイルがすみだ水族館とコラボを開催するというわけでね、こちらの概要を紹介してみたいと思います。すみだ水族館とのコラボなんですけども、作中に描かれていたタキアのしおりをモチーフにしたグッズやオリジナルドリンクの販売などを、内容盛りだくさんですというわけでね、期間が24年10月25日金曜日から11月18日というわけで、まあ、ざっと3週間くらいのコラボとなっております。グッズの販売箇所は5階になりますね。これはなんか水族館に入場しなくても利用できるというわけなんで、ね、水族館目的じゃなくてリコリスリコイル目的でも生きるというわけでね、これはなかなかいいんじゃないでしょうかね。そしてグッズ一覧ドーンと感じなんですけども、ジオラマアクリルスタンド、スタノ付きビッグアクリルチャーム、メタリッククリアファイル、 SNS 風のアクリルチャーム、ラメ入りコースター、スマホストラップ、タペストリー、缶バッジ、オーロラのアクリルチャーム、そしてステッカー、グラス、クリアボトル、クリアファイル、ハンカチ、トートバッグが2種類、 T シャツ、メモ帳、フラットポーチで、また T シャツ、プリントクッキー、ぬいぐるみ、アクリルチャームと、というわけで、まあいろいろとあります。まあ個人的にはトートバッグか T シャツが欲しいかなってところですかね。デザインもね、なんかシルエットみたいな感じになって、パッと見リコリスリコイルって分かんないっていう感じがあるんで、ね、なんかパッと見はリコリスリコイルって分かんないけど実はリコリコなんだみたいなねのが伺えて、私は結構いいかなと思います。まあ一応アニプレックスオンラインにて自己販売もしているよする予定みたいですね。で、丸にミュージアムショップにて年間パスポート会員様限定でオリジナル年パスシールをプレゼント、3500円以上のコラボグッズを購入かつ年パスを提示するとオリジナルの年パスシールをね、プレゼントするみたいな感じみたいですね。名前にね、錦木千里っていう入ってるんで、ね、なかなかねレアなもんじゃないでしょうか。そしてカフェもね実施するみたいで、オリジナルコースター付きドリンクをね発売しますと、千里をイメージした赤いドリンクと滝名をイメージした青いドリンクが、販売するみたいですね。値段はそれぞれ850円、千里はピンクレモネード味、滝名はブルーライチ味、ちょっと洒落てますね。いいな、美味しそうやな。そして喫茶リコリコ特製の酒の魚セット、ミカ、ミズキ、クルミのコースター付きと、コーヒーリキュールカルーアをアイスカフェラテで割ったドリンクみたいですね。でこれはノンアルコールのアイスカフェラテにも変更できるというわけでね、まあ、あの運転で来たっていう人もね、ちゃんと飲めるっていう仕様になっております。それぞれのキャラクターのコースターがねついてくるというわけで、なかなかいいんじゃないでしょうかね。というわけでこんな感じでリコリスリコイルの、コラボをね、紹介してまいりました。復唱しますが、24年10月25日金曜日から11月18日までやっているというわけでね、ぜひ皆さん墨田区水族館に行ってみてはいかがでしょうか。というわけで以上アラショーでした。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバーイ。